アイドルグループ、レブフロム DVL、メンバーの橋本環奈が、最近、体の発達が著しいと話題になっている。とりわけ注目されたのは、9月29日、橋本が、第1回クリスマスジュエリープリンセス賞、特別賞を受賞し、表彰式に出席時の写真だ。これはクリスマスに男性がジュエリーをプレゼントしたい女性に贈られる賞で、女優部門では西内まりや、タレント部門ではマギーが受賞。橋本は二人と共にノースリーブの白いワンピースで登場したのだが、今までの可憐で華奢なイメージを覆すほど胸や二の腕がパンパン。2013年、千年に一人の美少女と言われて大ブレイクした時にはまだ糸気なさの残る体型だった橋本だが、この写真では急成長していることが見て取れる。ネット上では、この成長ぶりが話題となり大いに盛り上がった。ツイッターでも、あれ、カンナちゃん、太った。なんとなく体格が良くなってるような、気のせいかな、など、体型について違和感を抱く人もいたようだが、橋本環奈が大人になってさらに可愛い。ちょっと太ったって言われてるけどそれも可愛い。徐々に大人っぽくなってきていいじゃない。橋本環奈が順調に成長してる。めちゃくちゃ可愛いやんけ。橋本環奈ちゃん、太ったって言われてるけど、絶対絶対絶対、今ちょっと太って大人になった時に最強になるくらいが一番だよ、など、成長。と共にふっくらした体型も含めて、やはり、可愛い、との感想を持つ人が多かったようだ。思春期の女性アイドルが一時期ふっくらするのはよくある話だが、とりわけ、よし、少女、として注目されただけに、大人になっていく姿に関心を持つネットユーザーは多く、ツイッターにはこれまでにも、橋本環奈ちゃんって、大人になったら石原さとみに似そう、橋本環奈ちゃんが大人になったら、情報彩りみたいになるやろうなぁ。橋本環奈ちゃん、きっと大人になったら、足立由美みたいにいつまでも童顔な気がする、など、将来的に橋本がどういった容姿になるのかを想像する声は絶えず投稿されている。CM やイベントでも小悪魔、風やキャビンアテンダントなど、大人っぽいイメージを露出し始めている橋本。今後どのような変貌を見せてくれるのか、ますます目が離せなくなりそうだ。